単純にこう物を運んでるっていうだけのイメージで思われがちなんですけど、現場ではたくさんありがとうという声をいただいてまして、でそのことにやりがいを感じてますし、あの従業員の充実感につながっているというところがメリットだと思います。先輩がずっと横についてくれて、でもうあの分からないことはもうみんな同じ道を通ってるから、もう聞いたら絶対教えてくれるからっていうことで、すごい丁寧に教えてくれたんで、すごいやりやすかったです。心が折れることがまあちょこちょこあるんですけども、それは僕らのもう精一杯バックアップするんで、もう精一杯自分を出し切って仕事をやりたいって思ってる方に来ていただきたいですね。個人でもその団体としてでもそのすごいいい雰囲気だと思います。どんどんこのスキルが身についていく仕事やと思うんで、4年前は多分ここまで成長できるとは思ってなかったんですけど、もっと自分の能力っていうのを高めていきたいとは思ってますね。考え方をまとめたクーバルフィロソフィーっていうものをこう判断基準としてやってるんですけども、大変な時でも頑張るっていう強い思いの持った、で相手の立場に立った行動っていうのを大重点で考えれるような人材を育成していくっていう面でやってますね。仕事していく中で何かを僕らがやったことによってこう感謝される、ありがとうって言われることはお金では表せないすごい価値のあるもんやっていうのを僕自身も感じてるんでね、クーバル全体としてそういう人材になっていけたらいいなと思っております。これまでの経緯でいくと、各事業部の、まあ、事業責任者もそうですけど、施設長であったりというのは生協の管理者が向こう行ってますんで、そういう意味でいうと人材育成の場というか、そういうところにこう満足度を従業員が求めていけるような、そんな事業部にしていきたいと思います。